こんにちは、底辺コンサルにゃんたんです。サッカーの動画をよく上げてたんですけども、実はもうリーグ戦が始まってて、今日が4節目になるのか。で、今まで、4節中3節参加させていただいて、途中出場だったりしたんですけど、コンディションも徐々に上がってきてて、今までだったら途中出場でもすぐ疲れちゃって、で途中出場にもかかわらず体力面でその優位性っていうのを出してなかったんですけど、その辺もだいぶ出せるようになってきて、いい感じになってきました。今日の動画は火曜から土曜、今土曜で今から試合なんですけど、までの、ルーティン動画になってます。で、今週は本当に仕事がないことはないんですけど、いい感じにだったんで、最高な1週間だったんで、ね、ちゃんとコンディションも上げれるように筋トレとかもちゃんとできたんで、素敵な1週間だったんで、撮ってあったんで、ご覧ください。もしお時間か少しでもあれば見ていただけると幸いです。ではご覧ください。よし、おはようございます。最高な1日にしよう。I try to answer your question. So the どんだけにこう説明って言ったのかな。今日は長いね。How are you? I'm good. How are you? I'm good as well. Good, good. And also, sometimes I communicate with. 明日健康診断があるんで、飯食ってうんこします。健康診断があるので、体重減らすために走ります。はぁ、終わったんで、寝ようと思います。最高の一日にするぞ。おはようございます。今日体重測ったら 63.6 キロ。去年 59.3 とかだったから、4キロくらい増えました。8時半診察開始って言ってたのに、結局9時20分から健康診断開始で2時間くらいかかりました。終わったらドトールに行って仕事開始って感じで、で、仕事がを一段落したらゆで太郎に行きました。ゆで太郎いいっすよね、めっちゃコスパいい。ここ青山1丁目なんですけど、それなのにゆで太郎あるって最高っすよ。で、おそらくこの日ちょうど Z リーがこの店いたみたい。では午後からまたミーティングのパレードを開始したいと思います。はい、とりあえず今日のミーティング全部終了。トータルで3時間分やりましたね。カフェ行きます。めっちゃ張ってるっていうか、太ったっていうか、やばいなこれ。鶏むねサラダ、塩うまい、カニカマ。うまっ。あと、でハマスの方はパレスチナ人はね、今日は眠いんで寝ようと思います。明日も最高な一日にします。おやすみなさい。この日の朝は早めに家を出てカフェで仕事、その前に読書したりゼロ秒思考したりしました。で、目覚めのコーヒー500円高で、お昼は焼肉定食。今日はですね、午後なんとミーティングで自分がリードするセッションがゼロなので、なんだろう、作業準備っていうやつに没頭できる感じですね。多分ね、何もない限り。お疲れ様です。いいえ、とんでもないです。はい、大体こういう日に限ってミーティングが一気に入るんですよね。今日は体調が優れないので終わろうと思います。めっちゃ喉痛かったんですけど、薬でなんとかやりきります。よし、いただきます。アホ、
ベリーウマーバ。ね、明日はサッカーが夜からあるんで早めに仕事始められるようにしようと思います。飯食った後ベッドで休憩してたら寝てました。寝ようと思います。おやすみなさい。おはようございます。最高な一日にします。体調悪い言うてたのに酒飲んだせいで全然うまく起きれませんでした。久しぶりに作った。うまば、うまば。 How are you? I'm good, how are you? Good, good, and you? I'm good. Sorry guys, I'll just be one minute, okay? We're back in. No worry. 公式戦が今週末なのに今週一回もボール触れてなかったのでここで調整しました。涼しいからシャワーなしで帰れる。スポーツした後の酒って最高ですよね。しかも鼻筋。ただ今日もやっぱり一人。日本酒のスパークリングみたいな。ちょっとこれは酔いそうだわ。1週間終わりました。今は金曜っていうことで今週はだいぶ楽でしたね。残業時間でいうとどれくらいだったんだろう。多分10いってないんじゃないかなってくらい。ただまあ月曜、火曜、水曜っていうのがね、あの朝だいぶ早い時間から夕方10時まで会議の予定がですね入ってしまってるので、多分そこで一気にガーッと忙しくなる感じですね。明日は公式戦第4試合、当チーム1勝2敗、残留争いに巻き込まれないように頑張りたいと思います。では明日回してたら続きがあります。明日回してなかったらこれで終了です。では倍増。おはようございます。最高な一日にしてます。シャワー浴びるの忘れてた。初めて座れてある。今日はですね、7時半から試合なんでエネルギーを多めに取っておこうと思います。カレーそばでございます。そばとカレーって合わないね。まあでもまあまあだな。 YouTube の編集を YouTube の編集を1時間くらいでします。で終わったらちょっと行く準備 しようかな。行きます。今日は行かない。Please off your seat to those who may need。この相手はね、暫定ドベのチームなんで絶対に勝たなきゃいけない試合ですね。試合出れたらちょっと貢献したいなと思います。本当はね、試合映像出したいんだけど完全に誰も撮ってないんでどっかのタイミングで撮ろうかなと思いますけど、これ多分タイのリーグかな。トイレはこんなのかな。家の間違い。今週はしっかりコンディション上げれたんで期待です。勝った。4対2で勝利です。バモース。今日はですね、先発して、60分から60分までプレーしました。もう失点には絡んでないけど側転にも絡めてないっていう感じで、1個キーパス出したけどもうそれくらいですね。まだまだ全然足りないんでこれからも練習引き続き頑張りたいと思います。